市川文造から1935年5月4日は、明治時代の山梨県の政治家、実業家である。現在の山梨中央銀行の前身の一つである、富士銀行の頭取で、多額の税者として、貴族院議員にもなった。また、衆議院議員にも選出された。海の国駒郡おとろざ沢村に、市川太志衛門の長男として生まれる。市川家は、 山梨県屈指の大地主であり、明治16年10月に家督を相続明治24年8月に中駒の軍会議員、軍参事会員、山梨県会議員等の職に就く。明治27年に所得税調査員となり、数年勤務する。明治28年に五名村村長に押され、明治32年にこれを辞職。ついで県会議員となり、 学務委員も兼任する。また、明治18年に、富士銀行の創立に加わり、明治34年に同行頭取となる。その前年に、山梨家農工銀行取締役になり、ついでその頭取となる。明治37年に、富士銀行を解消して、市川銀行とし、再び、頭取となった。明治40年に、 富士水電株式会社取締役となり、明治41年11月27日に、多額の大勢者として、補欠選挙で、貴族院議員に選ばれ、明治44年9月28日まで在任。明治43年に、改正電力株式会社取締役に押され、またその専務取締役となった。明治十五年五月、第十一回衆議院議員総選挙の、 山梨県軍部区において立憲国民党から出馬し当選。大正4年5月の第12回衆議院議員総選挙でも立憲同志会から出馬し再選された。後1916年10月に所属の立憲同志会が他党と合同して結成した県政会に加わる。官学を勤務戦車の福山ワイチに和学を市川大門の国学者である。 青島正試験に学んだ。地口を好み、貴族院の会議中にも他の議員を笑わせていたという。ありがとうございます。